1号機サービス系1階から2階に上がっていきます。あるんだけど、右手の奥の方にこういうなんていうのかな、スイッチボードがあって、そこの上の方は全然ダメ。高さね、このぐらいの感じで奥がずっと見えるように、まっすぐ入って右の奥が見えるようになってますね、はい、コンフィグは。ただしこの遮蔽帯の前にいるから 80mm、ね、だから遮蔽帯の影になきゃいけない。すみません、当初予定のそこ入ってまっすぐ壁に向かっていく、うん、それはいい、それはいい。だからそこは今行ってきたわけ。あ、行ってきた、はい、行ってきて、その遮蔽帯の影にいる間は30だけど、そこ出たら80だから、はい、これはやれるのは遮蔽帯の影から。1回だけ前頭出して、どこまで横が、じゃあ、わかりました。あんまり、あんまり動画でもういちいち操作してる時間ないんだれば、もうこれからちょっと動画を撮りながら行ってます、うん、いい。ちょっと待って、低いところでスイッチを押して。ほら、早く動いて。ここ、出ない、ここ。出ないよ。あ、ここ、ほら、右に巻いて、まっすぐ右に巻いて、もう絶対巻いてるね。ここ80だから。これが2回目。よっしゃ、ほら、この後、ここでお前取る。これ以上はね、荷重的に伸ばせない。後ろ押さえて、あいつだったら帰れよ。あ、3回鳴った。じゃあ、戻りましょう。よし。